今回は人気占い番組にも出演する琉球風水師のシウマさん。シウマさん、5月はどんな月になりますか？フクロウバラの皆さん、こんばんは、シウマです。5月は暦の上で地位のと蛇、時刻土星の月になります。この月はですね、どちらかというと前に出ていろいろと活動するという月ではなくて、一歩引いた状態で誰かをサポートするだとか、何かをやる準備をする期間というふうに捉えてほしい月になります。時刻土星という星の特性が、もともと母性が強いとか家庭的だとかっていうことがあるので、自分がメイン主役というよりかはどちらかというとちょっとサポート側に。でこの月、世の中のお母さん、でもできるだけ女性に優しく、特にお母さんたちに優しくすることでものすごく運気が上がりやすいというのがこの開運のポイントになります。ではシウマさん、5月のラッキーナンバーを教えてください。全体運のラッキーナンバーは5です。5が本当に協調性抜群、合わせることができるとか優しさにあふれてるっていう特性から、5月のと相性がいいのが5番になります。そして運気別のラッキーナンバーがこちら。5月の恋愛運のナンバーは35です。35っていう数字が本当にどちらかというと、一歩を引きながらこう自分の持ってるものを上手にこう相手に伝える、見せるっていうことで相手に振り向いてもらえるっていう特性を持ってるのが35っていう数字なので、5月の金運のナンバーは24です。24という数字はもともと金運に強い数字ではあるんですけど、特にこの5月と相性抜群なのが24になります。で5月は蛇の月になるので、金運とものすごく相性が良くて、金運と相性のいい24という数字を使うことでより金運アップにつながります。ちなみに5月は財布を買い替えるのにも良い月だそうですよ。